カーラからだと思うんだよな。あ、違う。コナーだ。11月9日。コナーくん。またアマンダと話さなきゃいけないのか。ここも雪降ってる。うん、あ。アマンダ、今度はあそこですね。今んとこ凍ってんじゃん。凍って立てるじゃん、あそこに。確かに。でもコナーくんめっちゃ重いから割れるかもしれないけど。今んとこコナーくんはハンクとめっちゃ関係が良好なんだよ。え、良くないでしょ、あんまり。なんか。嘘？あ、まあ、悪くもないけど、普通ぐらいじゃないかな。アマンダとはちょっと悪い。今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。機械が反旗を翻そうとしています。はい、任せることですね。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。カムスキー、カムスキーなら何か知っているかと。間違いでした。知っていたでしょう。でもあなたは聞かないことを選んだ。そうだね、お前なんで知ってんの。そうだよね。あのさ、私は彼のゲームに付き合わなかっただけです。あのアンドロイドを殺す理由などない。ね、そうそう。変異体としてね、振る舞うよ。うん。なぜカムスキーは辞職したんです。一体何が？昔の話です。捜査には関係のないこと。コナー氏。私は固有モデルではなかった。コナーは何人いるんです？それが一体捜査に何の関係があるんですか？どんどん下がってるね。このガマンズとは下げていい。もう。あ、こうもうこういうとこ、カムスキーの家であなたの写真を見ました。より人間のような。彼の教師だったんですね。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。ダメだ。下げ下げ。下げろ。アマンダ下げろ。内戦を阻止できるのはあなただけ。変異体を見つけねば混乱が訪れるでしょう。最後のチャンスですよ、コナー。何なんだろうね、イメージの中の人なのかな、コナーの中にいる人なのかな、実際の人なのかな。FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今さら手を引けたと。あともう少しなんだよ。行け、ハンク。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったく、ハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよ、ジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。ジェフリー、いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。ダメだ。悪いな、ハンク。諦めてくれ。ジェフリー、知らんぞ、そんなこと言って。俺はやるからな。なんでこのハンク燃え出してんの？なんか、ほら、もう友情がすごいから。はい、失望しました。ちなみにこのゲーム実況同時進行で他の人とやってるわけだけどさ、うん、お前のハンクそんな仲いい感じしないけどな、この後。いや、ツンデレじゃん。初めからツンデレじゃん。ハンクはツンデレなんですよ。え、コナーのさ、一個前のさ、チャプターってどういう風に終わったっけ？覚えてる？だから、サムスキー、ああ、カムスキーか。あ、はい、カムスキーか。カムスキーと会って、で、人間撃ち殺せみたいな。そうだね。で、ハンクの前で、あ、いや、ちょっと聞こう。解決できたはずなのに、あと少し時間さえあれば。こんなこと言ったってしょうがないんだよ。うん、で、サイバーライフに戻るのか。違う。もうそうするしか。違う。やれることがあるはずだ。シャットダウンされ、分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする？自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。お？うん。変異体が放棄すれば混沌が訪れるでしょう。ここ難しいな。回避できたかもしれない。だがもう手遅れだ。お前カムスキンとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが、自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。人間らしさってやつだよ。それね、葛藤ね、見せていいんだよ、これは。なぜあんなことをしたのか。私たちは何度も衝突してきました。ですがあなたと組めてよかったと思っています。おー、いいね。今の言葉はソーシャルプログラムなどではなくて、私の本心です。
少なくともそのつもりです。おっとこりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。たく FBI は仕事が早いね。諦めきれない。どうするの？この中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。よし、手を貸してください警部。行くぞ。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがあるはずだ。いいかコナー、事件を解決しなければ私は廃棄されてしまうんです。5分でいい、お願いします。どうすんの、あいつ後ろからぶん殴るの？友情があるからな、大丈夫だ。俺の机に地下室の鍵がある。しゃあさっさと行け、時間稼ぎも限度があるんだ。オッケー、行くぞ。パンクのデスクの鍵持って地下へ。やばいやばいやばい、時間ないぞ時間ないぞ。こういう時は一旦止めるに限る。そうそう、これができちゃうのはね、よくねえんだよな。そうだね、ある意味よくない。で、一旦止めて、でも早く行けよ、それなんだから。手に取る。行くぞ。地下室。こっちか。まあ、そのカメラの向いてる方向に行けばいいというのがこのゲームの基本ルール。なんか何やってんの？どういう時間の稼ぎ方してんだよ。これ、あえて行かないっていうのも選択肢にあったの。てか、ハンクを見てばつい血迷ったがって。これ、あえてこっちに行かずにハンクのところに行くっていう選択肢もあったんじゃないか。いやー、どうだろう。お前に話しかけてんだよ。どこに行く？ここじゃお前はもう用なしだって理解できねえのか？ひん。サイバーライフに戻るよう指示されました。私の所持している証拠を登録したらすぐに帰るつもりです。ほう。こいつはこいつのことを、気をつけて帰れ。コナーのことを機械だと思ってるから。焼身自殺が多いって話だ。クズ。機械的なところを見せる。正解。まあそうだね、トラブらないで近いだからな。でもコナーはもう自我を持っている。自分で何とかするんだ。さあここだ、証拠へアクセス。4本あるけど、まあ、余裕じゃん。いや、この時間のうちにいろいろ探さなきゃいけないじゃん。パスワード知らねえ。ハンクのパスワード教えろよ。ハードボイルドで変わり者の刑事が使いそうなのは。いや、わかんねえよ。ちょ、待って待って。ねパスワードなんてクソくらいでしょ。いや、ダメ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 、ちょ、ミス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 、一番ない、一番ない。まるでしょ。そりゃそうだろ。よしよし。何？おお、証拠。証拠。ジェリコは一体どこなんだ。いや、最初のダニエル、あんな感じになったんだ。よし、今までにヒントがあったはずなの、この物語の中で。ジェリコは何だった？まず左が？だからダニエルでしょ。ダニエルだね。で、真ん中何あれ？防弾チョッキみたいなの。真ん中何？あ、真ん中わかる？いや、わかんない。あれ、仏像みたいな方なのか上なのかわかんないけど。あー、死体に隠されてたやつかな。ちょっと待って、そのジェリコに関連してるのは、だってあれ。右二人は？一番右何？一番右行ってみたら。アジア、アジア人っぽい顔してるけど。あ、一番右じゃない？だってあれ、あれじゃん。あの、その、電波塔ジャックみたいな時にいたアンドロイドだから、うん、関与してるから、一番右でしょ。俺一番左だと思うんだよ。やっぱ一番初めの事件に一番答えがあると思うんだよね。いや、違う、そうじゃなくて、普通にあの、知ってるじゃん。そうじゃなくて、もう右は。ジェリコ？ジェリコ。あ、そうか。そうだね。マーカスと一緒に放送局を発見した。そうだね。兵隊の隠れ場所を知っているはずだ。同期したもんね、うん、必要な部品3983が必要。それはどこにあるんだ。何それ。3983が3983は絶対どっかのアンドロイド他から持ってくるのか。そうそうそう、ダニエルから持ってくる。ダニエル持ってくる。あ、ミスター、まあ、こっちじゃない、まあ、だいたいこういうのは遠いところにあるという通説。ダニエル、子供を人質に取った。3983ある。あ、なるほどね。あの、選択しなきゃいけないんだ。でも、あ、3983ある。3983ある。
3983をまず取るじゃん、うん、よいしょ。あ、これ結構時間やべえな。時間やべえな。この取ってつけてを。で、なんか、あいつに聞いたら、あれはダニエルが知ってるはずみたいな感じで、取って遊んでるかもしれない。やばいやばい。早く、入れろ、うん、君なら知ってるはずだ。何も見えない。いいよ。見えなくていいよ。ここあここはどこだ。助け、あ、じゃあこれでも変異体だから、いや助けをこうのは。お前は誰だ。聞いたことのない声だ。ミスってるかな。人間らしくお願いしよう。仲間じゃないな。うわジェリコの場所は教えられない。もうほっといて。本当だ。ちょっともう一回彼を騙す。ああ、彼を騙す。もう騙すしかない。本当は騙したくないけど、彼を騙す。あ、なるほどね。彼を騙すにはどうしたらいいの。話しかけらんなかった。じゃあなんかその他の保管か。そう、あれだ、分かったぞ、うん、分かったぞ。なんかね、こっちのものを使うんだよ、うん、なんかね、仲間的な。他が選べんの。ちょっと待って、あ、取れんのそれだけ。あ、違うわ。日記それじゃない、マーカスの声を使うみたいなので、多分それ聞いたら真似れんじゃない。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのだ、うん、そう、これを使おう。手を取り合って持ってこ。人間とアンドロイドの輝かしい未来を築き上げていきましょう。これは人々の希望のメッセージ。いや、もうそういうの、あなた方の聞いてもいいけどさ、うん、そして今自由を与える時が時間ないぜ。もうサンプリングしよう、うん、はいはいはい。私たちにも尊厳と希望と権利が与えられるべきなのです。 OK、 すごいな。それできるだろ、それぐらい強いな、うん、よし、もういい、もう不要なものは置いといて。彼を騙せ、うん、騙せ。誰だ、うん、誰なんだ。マーカスの声。心配いらないよ、安心して。マーカス、君なのか。アンドロイド同士は分かんないんだ。ジェリコに行こうとしたのに捜査官に殺されたんだ。君のおかげで彼に見つからずに済んだんだ。ジェリコを救ったんだ。もう大丈夫。さあ、ジェリコに帰ろう。ジェリコの場所を教えて。おかしいだろ。もう行かないと。ジェリコの場所だって。うまいことやるよ。そうだよな、ここだよな。ああ。なっちゃうな。俺を置いていくな。ジェリコの場所分かった。いいぞ。これでもオッケー。嗅ぎ回ってるやつがいるみたいですね。いいぜ。脱出できた。警報鳴らせ、急げ。いいぜ。5分以内に、うん、情報を得て、コナーはハンクと共に行く。コナー大丈夫か。お、いいね、最後の切り札。まあそうだね、変なのいっぱいあっただろうな。あ、待って、あれでも右になんか終わりどんぐらいあんの。突き止めると突き止めないがあるんだ、多分。地下室を後にする。後にできずに捕まんのは、あ、そうだね、時間切れがあるんじゃない。はあ、はあ、でも時間切れの方がなんかいくつか、時間切れもっと下じゃないか、あるとしたら。なんかその下に分岐してる、それが時間切れじゃないですよ。そっからあの何もなかった、あ、突き止めでなかったみたいな。ここなんだろうね、場所は突き止めたけど地下室は後にできないの。確かに、なんか突き止めても出られない理由があるんかな。なんかあるんだよね、多分。ハンクがどうとか。よし、次行こう。行こう。